サンドウィッチマン伊達みきおの愛車トヨタクラウン、現在の奥様と交際していた頃に乗っていた1台。後輩を乗せてお笑い会場に向かうこともあったそうです。ちなみにボディカラーは黒、本人のビジュアルも相まって威嚇そう。クライスラー 300C、 こちらは2016年に愛車自慢コンテストというテレビ番組にて披露されています。購入した理由は一目惚れだったということで、かなりお気に入りの1台だそうです。ジャガー、こちら車種は不明。というのも2019年に放送されたとあるバラエティ番組で伊達さんの私物をチェックした際にカバンからジャガーのキーが出てきたそうです。価格は1200万円くらいだったと本人が語っています。知ってる方がいたらぜひコメントで教えてください。